気持ちを完全にフラットな状態にして、で自分でスイッチをやっぱり入れるっていうことなんですよ。でそれって僕すごく大事だなと思ってて、冷静な状態でもトレードするというようなことをよくやってます。そうですね、これ1億ありますね。あとはだから待っとくだけですよ。皆さんにやってほしいっていうのは実際のリアルの口座っていう証拠になるんで、だけど多分何千万かな、3000万ぐらい、まあ、上に行けば勝つと。はい、皆さんこんにちは、三井です。今回はですね、ゴールドを使ってリアルタイムのトレードをやっていこうと思います。それをやりながらですね、トレーダーにとって非常に大切なものとして、まあ、僕はルーティーンっていうのがあると思っているので、そのルーティーンについてのお話もですねしていければなというふうに思ってます。やっぱりルーティーンっていうのはですね、トレーダーだけじゃなくていろんな職業の人にとって非常に大事なことだと思うので、その辺の話もですねしていけたらというふうに思いますので、ぜひですね最後まで動画の方よろしくお願いします。今回はですね、とりあえず朝ですね、神社に行ってきてですね、それから東京時間にちょっとトレードをやろうかなと思ってるんですけども、いつも通りですね、ちょっと時間を決めてトレードをやっていこうと思います。単にトレードやってるだけじゃやっぱ面白くないので、僕からですね、トレーダーとしてですね、これはやった方がいいよっていう大事なことをちょっと一つお伝えしようかなと思ってます。とりあえずそれは置いといて、エントリーを先にしましょうか。今ですね、時間決めやるのはゴールドが手っ取り早いんで、ちょっとそれ見ていこうかなと思ってます。でゴールド今見ているチャートがですね、これ5分足ですね、高値がずっと高値で休んでて、こんな感じでずっと切り下げてたのを今日の朝方からずっと一気にこう上げてきたというような感じですね。トレンドライン引っ張るとこういう感じです。なのでこの辺で買っていけたらなというふうには思います。あと2、3分このローソク足が確定したらですね、エントリーをしていってもいいんじゃないかなというふうな感じなんですが、別にこの辺からエントリーしてもいいか。はい、ポチッと入りました。で損切りをですね、この辺かな、損切りここに置いて、まあ、利益確定をこの辺、とりあえず10万円ぐらいかな、これぐらいで利益確定しようかなと思ってます。ここが10万になったら速攻で利益確定していってもいいかなというふうに思ってます。とりあえずこれは置いといてですね、あとこれ指し値と TP と SL 置いたら、別にトレーダーってやることはないんですけれども、トレーダーでですねこれをやった方がいいよねっていうようなことなんですが、ルーティーンなんですね。それってルーティーンって何ですかっていうと、トレードをやるにあたって毎回これを必ずやりましょうよっていう自分の決まり事みたいな、そういうのをですね決めておいたらいいんじゃないかなと思ってます。例えばよくある話なんですけども、プロ野球選手の場合はですね、打席に立った時にはですね必ずこういうフォームをするよとか、それこそ松井選手と一郎選手とか、みんな打席に立った時に一回バットを回してこうやるとか、あれもルーティンの一つなんですよね。そういうようなことをやることによって自分でスイッチをやっぱり入れるっていうことなんですよ。でそれって僕すごく大事だなと思ってて、じゃあ三井さんのルーティンって何ですかっていうと、チャートを開いた後にですね、僕大体瞑想をやることが多いです。いきなりですねチャートを開いてパーってトレードするかって言って、やっぱそうではなくてですね、一旦ですねチャートをフラットで見るという意味ではですね、瞑想とかをしてですね、気持ちを完全にフラットな状態にして、で冷静な状態でトレードするというようなことをよくやってます。でいきなり瞑想っていうとちょっと難しいって思われる人もいると思うんですが、そういう人はですねもう深呼吸でもいいと思います。一旦どうしてもこういうチャートというか、株にしろ FX にしろ、もうこういう投資って脳が興奮状態の時ってやっぱりいいパフォーマンスが出せないんですね。そうじゃなくて、やっぱある程度気持ちを落ち着かせるという意味ではですね、深呼吸など、そういうようなことをやってですね、精神状態をですねいい状態にキープするということが僕は必要じゃないかなというふうに思ってます。単にそれだけじゃなくて、じゃあ他のルーティンは何ですかっていうと、僕の場合はだいたい長期足ですよね。本当に長期足を見てラインを引っ張るとか、あとはトレンドを必ず確認するとか、高値と安値がどうなっているのかっていうのを確認するとかいうことはよく言えてますよね。実際に僕今これでエントリーしたんですけども、じゃあその前にじゃあどういうことをやってましたかっていうと、日足とかですねこういう感じで見るんですよね。高値圏ですよねと、
で、それから日足の大体こうサポートとかレジスタンスがないかとか、それから4時間とかね、こういうところで今どういう位置にいるんですかっていうのを確認すると、その後にですね、それこそ15分とかそういうのを見ながらですね、高値安値がどうなっているのかということを見てトレードすると、ある意味だからマルチタイムフレーム分析みたいなのに近いのかなっていうふうに僕は思ってます。そんな感じでですね、自分でですねトレードをする前にはこういうことをやりましょうよっていうルーティーンを皆さんちょっと考えてですね、トレードしていってもらえればなというふうに僕は思ってます。この動画を見ているそこのあなた、今のトレード手法で本当に大丈夫ですか？裁量トレードを極めて老後に向けた資産形成をしましょう。勝ちトレーダーになりたければ概要欄の公式 LINE を追加して7つの豪華特典で FX の基礎を学んでみてください。それでは引き続き動画をご視聴よろしくお願いします。ただですね、やっぱそういうのをですね、1回だけじゃなくてトレードやるたびごとにずっと毎回毎回やっていくことによって、自分でトレードやるんだぞっていうスイッチがやっぱり入るんですよね。しかもこういうパソコンとか、まあ、スマホもそうなんですけども、結構ながらみたいな感じでトレードができちゃうんですよ。適当な感じで本当にこうボタンポチって押せば実際トレードでできちゃうわけなんで、そういう状態っていうのはなんか本当に良くないっていうか、真剣味が足らないというふうに僕は思ってるんで、やっぱりこうトレードするときにはトレードちゃんとするよというようなスイッチを入れるという意味でも、やっぱどうしてもさっき言ったルーティンみたいなものは僕は必要じゃないかなと思ってます。どうしても忙しいときとか忘れがちなんですよね。そういうときはですね、自分がトレードする前にはこういうことをやりますよとかいうようなものをですね、紙に貼ってですね、まあ、パソコンの横に貼っておくとか、もしくは今だったらパソコンのノート、デスクトップノートみたいなものがあるので、まあ、そこにですね貼っておくと、でそれを見てですね、まあ、実際に MT4 を立ち上げてトレードをするというようなことをやってもらえたらいいんじゃないかなというふうに僕は思ってます。という感じで、そういうルーティーンがいるよねということです。僕もいろんな、まあ、生徒さん見ててですね、各生徒さんに、まあ、ルーティン必要ですよねって話をよくしてるんですけども、じゃあそのルーティンって言われても何か分かんないよっていう人も多分いらっしゃると思うんで、ここまでも僕がこのルーティンはいいんじゃないかっていうことをお伝えすると、まずですねこれだけはやってほしいなと思うのは長期足ですね。本当に長期足を見てですね、日足とか4時間とかを見て今のレートがどこにいるかっていうのを確認するということが一つですね。あとはこれはやってほしいなと思うのは指標ですよね。今ちょっとスキャルピング気味に前やってるんですけども、どんな大きな指標があるんかなとか、まあ、そういうことをですね見入ってですね、このままトレードしていいのかどうかっていうのをですね確認してやるというのは絶対必要かなと思ってます。その次はですね、実際にトレードのやり方にはなってくると思うんですけども、しっかりと高値と安値っていうのを追っていきましょうよというような感じですね。そうなってくるともルーティンというかトレードのやり方になってしまうんで、別になんかそこ大事とは思わないんですけども、あとはやっぱり深呼吸ですよね。ルーティンでは正しいかどうかわからないですけども、あとはトレードで負けた時にですね、どれだけやっぱり慎重になれるのかとか冷静になれるのかっていう意味では、やっぱ僕は結構深呼吸みたいな瞑想みたいな、そういうことは大事だと思ってます。やっぱりなんでかっていうと、結局のところ、まあ、心がですね、中途半端な状態ではトレードが勝ちにくいんですよ。それはね、いろんなトレーダーさん見てて思うんですけども、もうやけくそになってトレードするというのは本当に本末転倒だと僕は思ってて、確かにそれで勝てることもあるんですけども、なかなか勝ちにくいかなっていう感じです。そんな感じで10万円ぐらいいったんで、ちょっとこの辺でちょうど利確しようと思います。さっき10万円いったんやけど、ね、これね不思議なもんで、1回行ったと思った瞬間でこうパチッてこう押さないとなかなか利確できなかったりするんですね。スキャルピングが苦手なのはそこの反射神経があんまり良くないからなんですけれども、うまいこと10万円まで行ったらここで利確しようかなと思ってますが、なかなかもう1回伸びてこない感じですね。なんでタイミングミスった感じはします。このままほっといてもまた上がってくると思うんで、という感じでですね、ルーティンみたいなところをですね大事にしてもらえたらいいかなって僕は思っている限りです。そういうのを紙に貼ってトレードしてもらえればなと
というふうに思います。とりあえず10万円ぐらい一旦で利確しました、うん、ということでですね、じゃあ実際どれぐらい利確したんかな、さっきの10万円超えたかな、微妙になんか超えなかった気がするけど10万円切りましたね。ものの10分以内で、まあ、これぐらい稼げたらとりあえず今日はいいんじゃないかなという感じです。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございます。動画の方いかがだったでしょうか。ルーティーンっていうのがですね、僕にとってもすごく大事なものであって、トレーダーの方にとっても非常に重要であったということをですね、まあ、説明していきました。こんな感じでですね、初心者の方だけではなくてですね、実際にトレードをやっててなかなか勝てないよとか、なかなか利益を上げれないよとか、そういう方のためにもですね、これからどんどんと動画の方を上げていこうと思ってます。もしですね、私三井のことが気になるとか、三井さんもっとなんか教えてよっていうことがあればですね、概要欄の方から公式 LINE の方ですね、登録してもらえればなというふうに思ってます。ということで次回も動画の方でよろしくお願いします。